女難の相談ね、出版関係のお兄さん。助けてください、僕が狂ってたんです。男は女たちと別れるため、僕の女房のふりをして女たちに会ってもらいたいんだよ。女は金のため。編集長、奥様がお見えです。偽夫婦を演じる田島の家内でございます。花言葉は私を覚えていて。奥様、お目にかかれてとっても嬉しくてよ。ここ痛いです。あー、ところが番狂わせが生じた。絹子さんは田島さんに惚れてしまった。俺には女の素晴らしいところ以外目に入らないんだよ。好きだバカだわ。まるでなっちゃいないじゃない。中井さん、キヌコでいいわよ。キヌコ呼び捨てはやめて。こんな企みやらなきゃよかった。グッドバイグッドバイ。嘘から始まる人生喜劇。